はい、これは去年のですね、女子プロレス NXT なんですけど、シャーロット・フレアがチャンピオンになっちゃったわけですよね。なっちゃったというおかしいですけど、レスルマニアかな、レスルマニアで僕はリアルブで勝つと思ったんですけど、シャーロット・フレア勝っちゃったんですね。で、NXT のチャンピオンになってしまった。で、それでその後どうするのかなと思ってたんですよ。これ結局スリーウェイですね。トリプルスリーっていうかやってるんですけど、まあこれで古い試合なんで結果言っていいと思うんですけどね。この試合結局シャーロットでは負けなかったんですね。負けずに白井が勝利して、まあその後 NXT のチャンピオン、まあ最近までですね、だったんですよね。で、何が言いたいかというと、このシャーロット・フレアが負けて、NXT のチャンピオンを手放すということはですね、価値が下がってしまうんですよね。NXT の、そもそも NXT に挑戦することもなかったんだけれども、NXT のチャンピオンになってしまって、またその誰かにフォードされれば、シャーロット・フレアの、価値が下がってしまう、どうするんだろうなと思ってたんですけど、白井が勝ちましたね、これはね。で、なるほどなと、こういうことだったのかと、シャーロット・フレアは傷つかずですね、いよ白井がですね、チャンピオン、新チャンピオンになったというところですね。リアリティは上に上がってきたそうですけど、まだ試合ないですね。で、シャーロット・フレアの方もちょっと試合がないと、どうなるのかなと、レシーブバランスどうなってんだろうとは思いますけれども。はい。